どこ行った許さないよ絶対に許さないからねお前は俺のものだって分からせてやる やっと終わった。すごい洗濯物の量だったね。まったく君はいつもいつもこうして汚れ物ばっかり出して、本当に世話が焼けるんだから、毎日毎日、お姫様みたいでいいね。でも、ありがとうね。僕としては、 かわいいかわいいお姫様の世話をすることができて、本当に感謝してるよ。本当にありがとう。君が僕のそばにいてくれてよかった。僕はそれだけが幸せなんだ。本当にありがとうね。あ、なんだ。怪我しちゃってたのか。気づかなかった。ちゃんと言っておくれよ。 僕がケアしてあげないと、その傷一生そのまんまなんだからね。ほら、わかってるのちゃんと僕の目を見て返事。ふ <laughs> いい子。君は今日もいい子だね。毎日毎日お利口さんで偉いね。よしよししてあげる。 よしじゃあその怪我見せてごらん。うーん。なんだろうこれ。どうしてこんなんなった僕何かしたっけあ。これ これで引っかえちゃった。僕が。僕が作っちゃったのか。その傷。ごめんね。痛かったでしょう。本当にごめん。全然気づかなかった。ほら。ちゃんと治さないと、ずーっとこのまんまになっちゃうからね。ちゃんと治そうね。 じゃあ、ちょっと救急箱持ってくるから、ここで待っててね。いい子にしてるんだよ。ね。わかったお待たせ。ねえ。今、向こうから戻ってくるときに見て思ったんだけど、 君は遠くから見ても本当に可愛いな。君がこうして椅子に座ってる姿すら愛おしいよ。そう。君はただ、こうしてここに座っているだけで美しい。さあ、傷の手当てをしよう。 うん。今日も素敵な肌だ。この汚れた服は、また僕が洗濯しておくよ。さ、手当てをしよう。 まらない。一回抱きしめるね。 また抱きしめちゃった。もう君のこと抱きしめないって決めたのに、君のこと、抱きしめれば抱きしめるほど、悲しくなるから、抱きしめたくないんだ、本当は。それでもこうして君のことを抱きしめると、 幸せだった頃の匂いがする匂いあの頃のあれ君がスイッチを押しといてくれたのかいあの頃みたいにそうだね また洗濯物回さなきゃ。君の今日の着替えと、君の体を拭くためのタオル。ちゃんと下着も変えないとね。毎日毎日、綺麗な格好でいさせてあげるからね。本当に。僕の彼女でよかったね。もちろん僕も、君の彼氏でいれること、幸せに思うよ。 さそろそろ夜ご飯の準備もしなくちゃ。なんだか今日は懐かしい気分になったな。そうだ。君が昔よく作ってくれた肉じゃがでも作ろう。<laughs> そうしよう。